元愛媛県副知事、愛媛県松山市出身。旧制松山中学卒業、旧制松山高校卒業、1937年、京都帝国大学法学部卒業、内務省に入る。山形県勤務、広島県、熊本県、兵庫県の各課長を経て、1947年奈良県、教育民生部長、 1948年奈良県教育長、1949年奈良県総務部長、1951年愛媛県民生部長に転じ、1955年総務部長、1963年水道長を経て、1969年から1974年まで副知事を務めた。戦時中は一時陸軍司令官として転出した。押されて、 松山市長選挙に出馬するが落選した。1975年から愛媛県人事委員会委員長、1976年から1999年まで愛媛県社会経済研究財団専務理事、愛媛県シンクタンク代表幹事、瀬戸内という海に面した愛媛では海を生かした地域づくりは必要との観点に立っており、そのビジョンは、 白石春樹知事時代の西瀬戸経済圏構想や伊賀、ただし幸知事時代の新しい瀬戸内構想などのバックボーンとなった。後年の社会経済研究財団時代は、大学等の研究者との会合を通じて、松とも理論に触れる機会を作ったほか、自らも報告書の執筆に携わった。このほか、愛媛県主編さんにも関わった。中国や日本の古典からマックスウェーバー、 クロイトに至るまで、博覧狂気で知られ、愛媛県読書会会長として、県内の読書会の育成など、文化工場にも尽力した。2003年没、去年89、君山党局実中受賞、愛媛県厚労賞などを受賞、講演録、講演メモ等をまとめたもの。ありがとうございます。